Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとはスマートフォンの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すれば外出先でいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。まずはじめに Galaxy A20 SCV46 に接続するための情報を確認します。ホーム画面を上にスライドし設定をタップします。接続をタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。ここからネットワーク名とパスワードを確認します。ネットワーク名とパスワードは任意で変更可能です。続いて Galaxy A20 SCV46 のテザリングをオンにする設定を行います。上部のスイッチをタップしてオンにします。これで設定完了です。先ほど設定確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定しネットワークに接続してください。